皆さんこんにちは、福猫チャンネルのケイセイです。今回は新しくなった品質表示を先にお伝えして、その後でニット製品のブランドオリネームや品質表示を数点ご覧いただこうと思います。それではスウェットのクールフィットとスリムジーンの品質表示をご覧いただきます。まず今までの品質表示は少しマットな表面でしたが、今回は表面に光沢のあるサテン地が使われています。表示もいろいろ変わっています。例えばジーンズでいうと、以前は170の身長の表示の前に48号型とありましたが、今回はサイズ48に変わっています。そして最後の部分に株式会社スタッフインターナショナルジャパンの表示があり、電話番号ではなく住所に変わったことがわかります。今回はとりあえず品質表示が変わったことを簡単にお伝えしました。それでは今回ニット製品を数点ご覧いただこうと思います。ぜひ参考にしてください。今ご覧いただいている製品は作られた年が分かりませんが、正規代理店三崎商事株式会社だった頃のレイヤード風ニットベストです。続いて正規代理店が九重株式会社だった頃の製品です。品質表示をご覧いただくと2011年秋冬の製品だということが分かります。続いて2012年秋冬の製品です。この製品は中国製ですが、コピー品ではありません。ニットやダウンなど中国製の製品をよく見かけます。誤解している人もいらっしゃいますが、中国製だからといってコピー品ではありません。こちらも同じ2012年秋冬のニット製品ですが、こちらはイタリア製なので中国製やイタリア製があるのがわかります。続いて2013年春夏の製品です。この2013年までは品名やサイズの表示がないタイプの品質表示になります。続いて2014年秋冬の製品です。他のアイテム同様、ブランドオリネームのデザインや品質表示の表示内容が変わりました。ご覧のように品質表示に品名やサイズの表示があるのが確認できます。モデル名があるものはモデル名も入り始めます。続いて2015年秋冬の製品です。ブランドオリネームや品質表示は2014年に変更されたものと同様のものがついています。続いて2019年秋冬の製品です。この製品はルーマニア製ですが、その生産国表示にロシア語やポルトガル語が増えていることが確認できます。2020年秋冬の製品です。この製品にはあまり見かけないスキーコレクションのブランドオリネームがついています。品質表示の構成は2022年春夏までほとんど変化はないようです。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録は本当に励みになります。そちらもよろしくお願いします。